お待たせいたしました。北海道日本ハムファイターズ対東京ヤクルトスワローズ、この試合の模様をお送りいたします。まもなく開始。ファイターズの先発は右の斉藤、対するスワローズの先発は右の山中、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。ピッチャーを変えてきました。斉藤降板。ここでマウンドに上がったのは辰田。今日2番手としてマウンドに上がります。スワローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。スワローズリードで迎える6回です。ツーアウトランナー1塁という場面で古賀、今日はレフトフライとセカンドゴロ、1塁タッチセーフ。第2球投げました。スライダー空振り。第3球を投げました。ボール。第4球を投げました。見送ってボール。次は5球目、打った、抜けた、ボールは中継。古賀いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。バッターは代打中山に代わりまして、バッター中山。第9球投げました。決まった、ストライク。まずは入れてきました。投げました、ボール。第3球を投げた、3球目ストライク。さあ4球目、見逃し三振。6回の表が終わって2対1ファイターズ、1点をリードされています。スワローズリードで迎える7回です。バッターは太田。直球決まってストライク。第2球投げた、打ちました、ファール。第3球を投げた、147キロ直球、空振り三振。立つた、見事なピッチングです。低めのボール引っ掛けた宮本、ナイスバッティングです。リプレイをご覧ください。打順は1番に帰って藤井。第9球投げた、1球目ストレート空振り、タイミング合いません。投げた、ボール。第3球は打ちました、ファールボール。ファイターズ内野陣はゲッツー体勢。次は5球目投げました、見逃し三振。バッターは2番三輪、これが4度目のバッターボックス。投げました、ボール。第2球決まってストライク。少し迷ったか、投げました、打ちました、抜けた、ボールは中継。三輪いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。バッターは3番塩見、今日はここまで3打数1安打。初球を打ちました、ピッチャー返し。八千自らベースを踏んで3アウト。ファイターズこの回2アウト1塁2塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。7回の表が終わって2対1スワローズ。8回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。先頭バッターは DH の坂口。第2球投げました、2球目ストライク。投球はこれから3球目、アウトコース低めいっぱいストライク。投球これから4球目、内角低めいっぱい、見逃し三振。5番浜田に代わりまして、バッター田代、背番号。第9球投げました、これは引っ掛けた、これは内野ゴロ。森山そのままベースを踏んで2アウト。ピンチヒッターは奥村。スワローズ内打攻勢に出ます。第9球見送ってストライク。第2球投げた、2球目ストライク。これで追い込みました、打った、ファール。第4球はアウトコースいっぱい、見逃し三振。外側いっぱいに決まった、最後は見逃し三振に仕留めました。8回の表が終わって2対2現在同点です。悔しい敗戦です。本日の試合は東京ヤクルトスワローズの勝利です。本日の勝利投手は八木勝利投手、八木敗戦投手。さて本日のヒーローは坂口、本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は5対2ファイターズ敗れました。勝利投手